はい、2019年9月17日、本日ピックアップしたニュースの紹介。まずはもうこれ日本の台風、かなり電気関連の対策が必須になってきたよなぁというのが、東電が台風の影響から起こった停電対策のための大量の電気自動車 EV を停電地域へ集中的に供給していきますよと。ここら辺の連携がさすがなのが、日産やトヨタなんかと提携して計56台の EV を利用していくんですって。素晴らしいですよね。特に千葉県館山に供給していって、この EV 自体は要は動く蓄電池として停電した地域なんかを回って、まず携帯電話の充電、洗濯、照明なんかに電気を供給していきますよ。そうだな、携帯電話必要だよな。ネットつなぐとか、そういう遊んどるとか、そういう問題じゃなくて、洗濯もそうだよな、明かりもそうだもの。さらにこれ、日産は足りないという判断があれば、もう追加で100台ぐらいの EV に関しても無料で提供も計画していて、こういう時になると、ちょっとこの災害に対策ある、特に今回の停電に関するところの改善対策としての考え方が変わってきますわね。ガソリン車じゃなかなかできんところ、これ電気自動車であるとこういう使い方ができるっていうところで、だってこれガソリン車に代わって蓄電池として使うの初めてなんですよ。だから裏を返すとそれぐらいの事態ってことなんですもんね。でも考えようによってはこれ電気自動車ってものすごいバッテリーとして賢いですよね。今あるようなポータブル電源とかソーラーパネルとか、割とまあ興味ある人やってる人多いと思うんですけど、ああいうのだと持ち運びとか重いですもんね。でもこれ車ならね、走りながら充電できる、まあその 100% とか完全じゃないとか、充電施設があるとか、いろいろ問題はありますけど、移動して運べるというのはでかいですよね。乗っていけるもんで、その乗り物自体が電源を供給する、まあデバイスとして成り立っているところ、素晴らしいよな。16日、昨日ですね、のお昼ぐらいで約7万世帯以上が停電で、全面復旧に関してでも最低でも27日今月のまでかかるってことは、これ前倒しになるというより多分先延ばしになる可能性の方が高いから、さらに加えて発電機なんかこれ300台以上利用しとるんですよ。だから電力供給の限界を示したともに、この電気自動車の新しい活用方法というのは、まあでもあれだろうな、動けるもんな、これ素晴らしいと思いますよ。とともにこれ他でも言及しますけど、本当にこの電気対策、単純な個人のフグリッドレベル以上のものを求められるようになってくるな、そこでちょっとこれは考え直させられる状況ですかね。原発再生エネルギーどっちがいいどうのこうの問題じゃなくて、もうとにかくね、最短距離で電気を供給するということに関しての改善対策が非常に求められるようなところで、はい、ということで次、これ中国でも割とドローンの制限に関して似通っとるんだなーっていうのが、中国がドローンの運転テストを開催していきましたよ。これ中国の規制に関しては、 2kg 以上のドローンを操作すると懲罰、要は罰金の対象になって、3万から15万元ほど、無免許のフライトに関しては60万から300万ほど罰金が課せられたともに、さらに制限区域なんかに関してでも30万以上の罰金として、割とこの2キロ制限っていうのは世界的に似通っとんですね。これそういう意味で取り上げたんですけど、特に来年3月に施行していく規制によって、これ 200g 以上を超えるドローンに関しては登録や管理する必要があって、フライト前に2キロ以上のテストする必要もさらにあって、誤ったエリアに侵入した際にも罰金も先ほどの通りとして、そうあれだけのことが、まあ別に何石油関連をやったわけじゃないけど、慎重になるわな、これは。これでライセンスに関しても、この民間航空局は16歳以上であればライセンスを申請できると規定して、18歳以上であると運転免許試験に申請できますよと。とは言っても、2キロ以上、15キロ以下のドローンを操作する場合に関して使用は個人のレジャーやエンターテインメントなどに限定されますよ。さらにより大きいドローンであったり、政府機関や学校、法人なんかの事業を行ったりする場合のプロクラスのドローン制御に関しては、技術テストなんかに合格して、さらに身体検査なんかでも合格する人は、まあでも妥当だわな。試験なんか40以上の問題があって80点が合格とされ、まあ車とかのあれですよね、免許に近いような感じですよね。とは言っても、モグリで飛ばしたりってのが増えるでしょうね。これはだってサウジアラムコやったやつだったら、追跡が困難っていうレベルなんだから、やるやつはやってくるだろうな、これはな。そういう意味での規制ってところですよね。ライセンス制度はまあ妥当ですよね。本当に難しいもんな。私これ車の運転より難しいと思います。本当に未だになんかうまく操作できんってことで、お前車もうまいんかって言われると、まあっていうところで逃げましょうというところで、はい、と次、これぐらいの何に蓄え量があったんだっていうのが、サウジのドローンに関する石油アタックについて、日本が国内消費量の約230日分を超える石油を確保していると明らかにしましたよ。それぐらいはこれあるってことなんですね、一応。ただ今後でもこれ供給できんとか値段も上がっとるとこもあって、その前向きに解決っていうより、どっちかというともっと必要じゃねえかっていうね、まあ可能性もあるから、そこら辺のところに関しても
IEA なんかとも連携して供給量なんか確保していくっていうところで、これ全世界ですよね。日本だけじゃないですよね。韓国とかってそうですよね。さらにあれだもんな、またその間に攻撃シーンっていう可能性ねえもんな、あいつらな、やりそうだもんな、やってきそうだもんな、絶対な。これ本当に確かに湾岸戦争以来って、これ分かるわ本当に。それをあんなな、何十機もないようなドローンがやれるっていうか、それがまた技術の凄さを証明してる。だから中国なんかのライセンス制度なんかに関しては規制が厳しくなって、まあ全世界的に当然ですわね。これぐらいの蓄えはあったんで知らんかったなーっていうところで、はい、次。 HTC がビットコインドトムのパートナーシップ発表して、ブロックチェーン法のエクソダスの携帯電話にビットコインキャッシュをサポート追加していきましたよと。これだんだん何、自前のとこのメーカーの、要はブロックチェーン法って言いますけど、自分とこの通貨とかいうのがデフォルト仕様になってくるでしょうね。まあ、例えば仮説としてイーサリアムがなんか自分とこのね、イーサリアム本とかなんか出たったとしますわね。そうするともう最初からウォレットにイーサリアムがもう完全サポート固定当たり前みたいな感じで、アップデートとかね、ハードフォークとかも常に対応していくとか、そんな感じになってくるんじゃないですかね。サムスンとかあのあたりだってそうですもんね。まあ、だんだんあれだろうな。アップルとかだとひょっとしたらね、自分とこのトークンではないけど出して、アップルコインではないけど、そういうのだったらもう完全フルサポートとか、まあ、優先的にというふうになっていくでしょうね。ただ、キャッシュに関しては、価格が今、下がりつつあるところなんで、そんなに鵜呑みにはしないようにということで。はい、どうで次。これもまた日本の台風被災絡みなんですけど、相当に大きい影響だよなというのが。停電件数に関して、1万件以上の自治体はとりあえずなくなりましたよ。ただ、17日本日の日付変わった現在に関しては約7万件ほどで、これがあれですもんね、そんな急激に減っていくっていう可能性がなかなかあれですもんね、想像しにくいですもんね。まあもちろん、あれ電気自動車とかいろんな対策して、必死こいてやっとるのはわかりますけど、今までにでもこれ、例がないから非常に何驚きっていうか、どうやってやっていけばっていうの思いますよね。1週間とかそれぐらいとかで復活していくっていうのはあるけど、これ1週間経ってもまだまだってことで、その電気自動車が使用せざるを得ない状況なんだから、発電機で足りんとか今まで例がないですもんね。それもなんていうのは、台風の規模がものすごくでかいなら分かりますけど、いや別に小さいとは言ってないですよ。ただそういう台風の状況によって今回で言うと、まあまあざくっていうと電力関連なんか割と被害を被った状況で、これぐらいの可能性を含めるってことですね。今後も同じような規模の台風が来た場合に、まあもちろん地域とかの問題もありますけど、だから少なくとも 1.5 から2倍ぐらいの貯蓄量というのは必要になってきますよね。先ほどの石油とかじゃないか、電気に関しても。だからもうそう考えると完全ソーラーパネルだけの充電では追いつかんというレベルになりますわね。まあ、もちろんそれだけの施設があるなら別ですけど、だけどあれだもんな、ソーラーパネルとかって吹き飛ばされる可能性あるんだから、そういうところを考えると一概にあれだな、再生エネルギーどうだ、原発だとそうだもんな、台風で何やられる可能性あるもんな、どっちも信用できるって言い方悪いけど、疑心暗鬼とかそういう問題じゃなくて、難しいですよね。全部が全部頼るっていうの、分散っていうの、投資の分散とかじゃないけど、あれだわな、リスクヘッジが必要になってくるわな、これな、本当に。めっちゃこれはオフグリッド好きの私としては非常に考えさせられる問題だよな。だって過去で言うと、東日本や淡路とか含めたところ、さらにもっと遡っていくと、伊勢湾台風とか、そうそう。これぐらいの停電の規模って世界的に見てもめちゃめちゃでかいですわね。ベネズエラとか、まあまあそこら辺はちょっとあれだもんな、なんかその意図的感があるから回復しようともできるんじゃねえかとかもあるから、ここだとなんて言うならもう自然災害でどうしようもならんっていうところありますもんね。必死こいてやっとるんだけど、その回復に供給量が間に合ってかんっていう、それぐらいのところダメージ食らってる、だからそれぐらいのダメージ食らってる対策が本当に必要だよなって。天気の大事さをまあ改めて本当に認識させられると思うね。もちろんあれですわね、スマホや洗濯機含めたところ動かんとめっちゃ困るのは分かりますし、電気自動車の可能性が出てきたっていうのが一つのあれですわね、プラス面ですわね。ああそういう風に使ってもいいんじゃねーみたいなところが出てきたのが、想像以上に特に私の考えとった以上にでかいということで言及しましたということで、はい、次。サウジアラムクの攻撃に関してこれまでに分かっていることを公表していきますよ。まあ、声明出した通り、イエメンでサウジ主導の連合と戦っているフーシに関してはサウジアラムクを運営するサイトでの攻撃の責任に関して主張しましたのことで、さらにこの攻撃によって生産が当然のごとく半減して中東での報復行為の懸念が強まった後に、月曜の石油価格に関しては約 10% 以上も上昇して、当初は 20% ぐらいも上昇して、さらに原油に関してはこれ1990年から91年の毎夜なじみの湾岸危機以来の最大の利益を計上したという。そうだわな、こんなもん。少ないドローンだけで
これだけのことをやられるってことは本気でやったらたまらんってことですよね。さらにアメリカ長官に関してはイエメンの解除なんか関与なんかを排除してイランが攻撃を主導したとして非難しましたよと。まあそれに対して昨日言及した通りなんですけどね、なんか戦う気があるかなんか寝ぼけたこと言っとるだけ、あの国は本当に。でロシアに関しては報復の可能性について論議することは受け入れないと述べて、理由としてはイラン周辺の緊張を高めるためにこの事件を利用することがかえって疑惑効果だと発言していますよ。わりかしなんかクレバーだな。ん？裏でかおっと誰か来たようだ。でこちらも昨日言及した通りなんですけど、イラン司令官に関してはワシントンがイラン非難した後にアメリカの基地や空母に関してはイランのミサイルの射程圏内にあると発言していましたと。要はやれるって言いたいんですかね。本当にこいつらまあなあ、いやこういうな本当に。でイスラエルに関してはサウジの石油プラントのストライキめぐるアメリカイランの対立に引き込まれる可能性に備えているとネタニヤフ首相が述べましたよと。さらにイスラム教徒サウジアラビアは以前湾岸にあるシーハー派のイスラム教徒のイランを石油施設に対する攻撃を行ったとして非難しているとテヘランは否定していますよと。リヤドに関しては土曜日のストライキの当事者を非難しています。まあもう非難しようがしてまいがどっちでもいいやな、こんなもんな本当に。で予測としてはリヤドがすぐに供給を取り戻さない場合1バレルあたりの約60ドル以上で取引しているベンチマークブレンドに関しては100ドルに達する可能性があります。まあこれはな値段の予測だであれですけど、まあ値段はどうのこうのでまあ上がるっていうのは方向性はあれだな、誰が見ても分かるだな、ここらに関しては。でサウジアラムコに関してはこの石油生産量の完全な復活に関しては数ヶ月はかかるっていうのを発言しています。数ヶ月で戻せるのかな。いやその間にまだこいつら来るんじゃねえか。それでサウジアラビに関しては700万以上超える石油を世界の目的地に出荷していて長年にわたる最終手段の供給者としての役割を果たしてきましたよ。だからやったんだろうな、だから狙ったんだろうな本当に。そして最後の締めとしてはサウジアラムコは世界最大の上場企業となる株式売却の準備を進めてきましたとして終焉していますけど、これ恐ろしいのがこれだけのことを少数のドローンだけで行えたっていうの、それが非常に怖いですよね。だってこれやる気になればねえってことですよ。だって戦争レベルでドローンを投入してたらこの何百倍とかってことをやれるってことですよね。まあ、そんなカオスにはね、この行った当事者たちぐらいしか多分やろうとするやつはいないと思いますけど、それでも少なくともね世界見渡せやアメリカロシアまあまあ北朝鮮含めてそれぐらいのねやれるぐらいの今回ぐらいの規模ぐらいはあっさりっていうのは持っとるわなというのありますわね。ほっとりでもこれはめんどくせえ国というかあれだな、団体というか集団というか、これはでもアメリカは黙っとらんだろうな、そう思うわ俺は。このサウジ関連のアラムコとか含めてとかそのやり返すとかそういうね戦闘的集団じゃないからまだいいにしても、これだって日本とかの石油の貯蓄量までね心配させるようなことの影響なんだから、まあ本当にまあねめんどくさいしか俺言葉が出てこんわなというところで、はいということで次、確かにこれショッピングカードとかを自動化していくとこんな感じになってくんかなっていうのが、元 Amazon や Google マネージャーなんか経験したスタートアップ Wave がスマートショッピングカードを開発していますよ。これ Amazon Go なんかと室内要は店内なんかにカメラやセンサーなんか設置するんですけど、この Wave に関してはキャッシュレスレジなしを当然とするようなところを狙いとしてこのショッピングカートを要はオート化自動化にしていったんですよ。面白いよなと思って。このスタートアップ5人でスタートしてシアトルの食品店で食料品店で技術開発したばかりで、今週ラスベガスで開催したグロスリーショップカンファレンスでこれを披露していくんですって。下の方行くとブループリントじゃないけど写真があるんですけど、要はこのショッピングカードが QR とか認識システムに対応しとるってことですよね。カートの上面にはストア内の商品の案内なんか表示してって、さらにカート内のセンサーにカメラは製品なんか識別してって、それらが内部に配置していくと請求書に追加していくんですって。要は自動で読み込んでってカートに入れちゃいいってことですよね。確かにこの大きいスーパーとかじゃないと利用できんっていうところありますけど、まあそうだな、発想としては素晴らしいよな。要はキャッシュレスシームレスにしたいところ、レジとか含めてそこをカートに機能全部ボーンってぶち込んだってことですもんね。その写真に見えるのが本当そうなんですよ。あのアイスクリームとか売ってるようなところのちっちゃい箱みたいな感じなのが、万引きとかそういうのも対策できますもんね。まあ今そんなに万引きなんて多いとは思いませんけど、これもショッピングカートだからホームセンターとかもっと他のところへも展開できますもんね。まあ店舗があれですよね、コンビニとか狭いところだとちょっと利用しにくいとありますけど、大型店舗だとまあ割とありだよなって。ホームセンターやっぱ抜いとるなここら辺な。まあでもそういう発想があったんだなっていうのは、まあ、非常に面白くて本当だよね、デジタルオタクの私の心をこすぐるというところで、
はい、ということで次。まあそんなデジタルオタクの私の心をくすぐるわけじゃないですけど、アブダビ国際空港では自動運転の車椅子のテストがスタートしていきましたよ。アブダビ空港がエリハド航空と提携してターミナル3でこの車椅子を導入していったんですよ。もう自動運転の車椅子によって乗客に関しては補助なしで空港内を簡単に移動できますよ。数年前でしたかね、チャンギ空港だったか確か、あそこでもこんなののもうちょい大きいの、あの稲中のパンダみたいなやつ、あんなんか走っとったの確か見とった覚えはありますよ。あ、確かにこれだけ広い空港だよ。それあれだわな、乗り物いるわな。さっきのショッピングカートじゃないですけど、大きいぞこの施設はあれですわね。これぐらいの大きいもんでも、その障害物とかなしに移動できるから、まあありはありだな。まあ遊び心ほんと満載ですよね、これはな。なんかあれだな、その使用目的というより、ただ乗ってみたいな、純粋にな。それだけでなんかあれだな、空港使いたいな、これな。で、なんかほんと面白そうというか、あれだもんな、自分家とかそういうとこじゃできんもんな。狭いとこじゃ無理だもんな。広いスペースじゃないと難しいということで。はい、ということで次はオラス。最新のハック関連が出たわけじゃないんですけど、セキュリティ会社のイーストセキュリティによると、6月から最近まで北朝鮮のラザルスの仕業と思われるハックの試みが継続的に発見されていますよ。この前の制裁を課してたとこもあるで、まあ当然じゃ当然ですわね、これに関しては。何がどうのこうの新しいっていうのをやっとるわけじゃないんですけど、先月に関しては韓国内の特定の仮想通貨取引所にスピアメッシングメールを送信したっていうのも確か以前言及した覚えありますし、一応エイストセキュリティセンターサイドとしては、最近は動きのなかったところのラザルスが6月頃からの活動がなんか活発になってったんですって。キムスキーなんかに関してもビットコイン取引なんかを狙うところがまあ共通として、特に価格上昇や匿名性なんかのためにもやっぱ仮想通貨をどうしても狙おうというのがまあ傾向なんですよ。そりゃそうだろうな。トランザクション追跡できてもこれだけで捕まえられんってのがよっぽどあれだもんな。さらにここら辺のラザル含めたキムスキーなどのまあ北朝鮮のね、名腕のハッカー集団のだけでなくて、ラザルスの背後と疑われ北朝鮮の偵察総局だけでなく、要は国家情報院閣を新しい背後として疑う行為も出ていますよ。まあ、特にこの国家保衛がやっぱり脱北朝鮮とかそのあたりの対北朝鮮団体を攻撃しているから、まあ、そこら辺のところの狙いなんじゃないかっていうのがイーストセキュリティサイドとしての解釈ですよね。要はこれ言ったらなんか私もなんかボコボコにされそうなんですけど、日本とかでもあった要は脱北してきた拉致とかじゃないけど、そこら辺のところをやっぱあの恨みじゃないけど狙っとるっていうところの解釈なんだろうなっていうのが、まあ、このリサーチ内容から、だからそういう人たちが関連してるようなところでまあ狙っていっとるのがあるのかなっていうのが推測できますわね。まあ、もちろん仮想通貨関連がお金になって捕まれにくいというメリットがあるから、どうしてもそこに集中しとるってのありますけど、あれだろうな、石油をドローンで攻撃した国もこういうなんか名腕の集団がおるんだろうな。出ないとあそこまであれだもんな、最新兵器を開発したりできんすもんね。はい、ということでそんな感じできましたけど、この想像以上に石油関連を襲ったドローンと、それから日本の台風による停電が私の中でもかなり超えて被害がものすごいよな。日本の台風だって何、昔ここ数年で起こった規模に関してまあ低いとは言わんけど、めちゃくちゃでかいっていうレベルではないけど、それでもこの停電の規模に関してはもうかなりでかいですもんね。あのドローンの石油なんか襲ったのに関してでも、あれでも台数的なとかそんなすごい量じゃないんだけど、被害額にしてはものすごいというの、それを過去の記録をあっさり覆すほど小規模で行われたっていう怖さがでかいですわね。あの台風の停電なんかはまあその電気自動車とかいろんなところの改善対策としてのその案として自然災害に対する改善は行っていきますけど、ドローンとかに関するとかあれだもんな、技術に関しては本当に飛躍的に進歩しとる反面、使い方によってはあんな風になってしまうってことですよね。だったらあれが本当にね、一国全体で戦争規模で突入してて、それだけの労力を割いてやったっていうのは分かるけど、だってあんなあれだよ、100台単位じゃないですよ、10台あるかないかそんな規模ですよ。それもコスト的にめちゃめちゃ低いんですよ。それがあっさりやってのけてしまう、まあ、もちろんその技術力があるってとこなんですけど、まあ、その技術はどこから来るんやねんってとこなんですけど、この記事からはね来るやねんってとこなんですけど、デジタル化によって本当にお金が、まあ、簡単に言っちゃうけど容易に稼ぎやすくなって、さらに技術に関してもまあ簡単に飛躍的に開発しやすくなって、それによって低コストで攻撃できるってもう最悪のシナリオになってますもんね。だってここら辺でも結局そうだな、脱北とか要は武器開発とかそこら辺のところの目的の手段として要は仮想通貨お金になるからね、取ったレアみたいな感じですもんね。ギャングですもんね、要は一応はデジタルギャングですもんね。さあそこら辺の知識が非常に長けとるっていうところだけで、だから犯罪のあり方、攻撃のあり方、戦争のあり方、本当にあれだな、ハラスメントだな、嫌がらせだもんな、
そのあり方っていうのがデジタル化によってどんどん変わってきたんですよね。まあ、台風関連はね、なんとかその自然災害だから、そのね、自然が何意図的に嫌がらせしてやっとるわけじゃないもんです。まあもちろん自然だって変化していくのはありますけど、対策の仕様がまだまだありますけど、ここら辺はあれだもんな、人の意思があるから悪意持ってやっとるもんな。それ台風の力ってあれだもんな、別にその台風が悪意持ってやっとるわけじゃないもんですよ。そこら辺のところの差があるででかいわな、より一層だからドローン関連の方が怖いわなと思いますよね。技術開発が進みすぎる反面というところで、本当にあれだな、ああいうやつが触ったらな、エンジンかからんとかな、操作できんとかな、そんなな、本当に、なんて言うんだろう、マルチシグで秘密かけ10個ぐらいレベルのね、センサーじゃないけど、もうね、ロックかけて動かせん、それぐらいのレベルにしんとあかんわなってことだね。反政府はもうね、あの、ドローンのエンジンがかからんとか、そういうレベルじゃないとな、本当に。動かすことすらできんとかな。追跡可能不可能っていうのが、でも今後本当に仮想通貨とかドローンを含めて一つのテーマになってくるでしょうね。GPS から 5G から含めてというところで。にしても本当に私の想像を超えるようななんか結果になりましたというところで。お前の想像なんか大したことねえだろうってまあまあ言われるかもしれんけどというところで。はい、ということでそんな感じで以上、2019年9月17日、本日のピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じ、終わり。